どうもお疲れ様です。吉谷さん。みずほ銀行、結構ややこしいですよね。まあ、だから、いかにですね、みんなの銀行とか、第一生命のネオバンクがお手軽だったかってことなんですよ。あの、みずほ銀行ほどにもなると、うん、やっぱりああいう策を労してきてですね、まあ、いろんなところにキャッシュポイントを設けてくるんだろうなと思います。このキャッシュポイントは、あの顧客というよりも、みずほ銀行自身にとってですよね。多分、いろんな部門が分かれていて、 その部門ごとに、まあ様々なね、仕掛けがあるんでしょうね。まあここは私もそこまで細かくは考えませんけども、ああ、こうやって手間暇かけさせるんだろうなと思いました。まあでも本来、そのお金ね、1万8000なら1万8000もらうのには、あのぐらいの手間でも随分お手軽なんじゃないかなって気はしますけどね、うん。それでね、最近狙い目っていうと私が気づいたのはカードローンなんですよ。カードローンっていうのはクレジットカードとか、 それから、デビットカードと違って、お金を借りるためだけのカードなんですよね。で、そのカードを作るためには、そのカードをまあ発行している銀行の口座も作らないといけないって流れで、カードローンのカードを作る際には、銀行口座もセットで作るってことになって、そこが、まあ、審査になってるわけですよね。だから、カードローンだけの、 カード例えばプロミスとかって昔ありましたけどもプロミス単体だったら作れたんですけどもプロミスのバックにいる例えば SMBC みたいな銀行の審査がいるよってことでねこれはどういうふうに私が解釈してるかっていうとその消費者金融の取り立ての強さとそれから一般銀行の資金力と信用これが組み合わさって今はねえほとんどのっていうか全部じゃないですかね審判会社えつまりは消費者金融ですか昔で言うと。 消費者金融が銀行と一般銀行大手銀行と組んでいるっていう形じゃないですかね今ほとんどそうじゃないですかね、まあ、だから消費者としてはああバックにあの銀行があるんだったら大丈夫だよねみたいになりやすいんでますます契約が取れていくみたいなで消費者金融っていうのは竹富士をはじめ単体でお金を貸してそして取り立てるみたいなスキームがあってその取り立てがやっぱりきつかった利息も高かったわけですよね 利息制限法みたいな感じで、その29%のグレーンゾーンがあったわけですけども、それがまあ認められずに、えー、まあ、19.1%みたいなところだったですかね。あそこになってから、まあ、割とマイルドになってきたんだけども、だけどもやっぱね、うん、厳しいところは厳しいですよね。金利もやっぱり年利で10%とか15%とか言ったらもう返せないですよ。大体いいお金がない人っていうのはその時点でお金がないんで、金利なんて払ってる余裕がないのに、 お金がある人がお金を借りるときの金利よりもずいぶん高いわけですからね。まあ0.1%とか事業資金ですら3%から5%っていう中でね、うん、そういうパーセンテージで1億とか2億ってものを借りて事業する中で、うん、ただ生活資金が足りないとか当面のお金がなんかよくわかんないけども足りないってことで10万20万借りようとしたらね金利はやっぱり15%とかになってくるわけですよ。まあでも 小さな金額を貸して、それで利息が小さいと、手間賃でも儲からないんで、貸す方も高い利率になってくるかなとは思いますけどね。はい、というところで、ね、カードローンがおすすめなのは、多分吉田さんも作られてると思いますけども、フェイスっていうところがね、法人カードを作っていて、これがね、2万とか3万なんですよ。で、むちゃくちゃ簡単なんですよね。それから楽天銀行のカードローンとかっていうのもありますし、最近でしたらね、その千葉銀行っていうのもあったわけですよ。うん、千葉銀行のカードローンっていうのも、 い万円ぐらいで最近1万円になりましたけどねで私がちょっと、ね、次に目をつけてるのがどこかというと実はねあるんですよ。どこだったか忘れちゃいましたけども動画作ったんですけどもね、うん、なんかなんとか銀行っていうね普通の一般銀行なんですけども横浜銀行だったかな、うん、やっぱりそこの銀行もカードローンのカードを作るとその銀行の,あの口座開設もしなくてはいけないんですけどもでもやっぱり2万円前後が。 手に入るとというこでしかもそこはねあのお金を借りたらくれるんですよ2万円えっ、ー、とね10万円を借りる契約をして10万円実際に借りると最初の2ヶ月は無金利なんですよ無利息だからあの60日以内に返せば全く金利は請求されないんですよねでも60日以上借りると2万円がキャッシュバックされるって感じででも利息ってそんなね2万円が そっくくくりななななるような金利がつくことはないとはいい思ます数百円だと思いますから、まあ、十分いけるんじゃないかなと思いますよねポイントサイトモッピーでお申し込みくださいということでございましたどこだったかなカードローンねちょっと見させてもらってカードローンのカードえっ、ー、とキャッシングローンでしょああこれこれ静岡銀行ですよ 静岡銀行のカードローンが2万です。うん。そうね。今のところここが一番簡単で儲かるのかなってことですよね。2万っていうのは抜群ですよね、もうね、うん。あとは不動産借り換えローンみたいなのがね、6万とかありますけども。うん、まあ、あまりないでしょうね、これ扱使う人はね。 はいじゃあ何もない人は静岡銀行でカードローン10万円以上借りて2万円もらってくださいそして60日は借りていただいて60日を過ぎた時点で返済すると金利も数百円とかで済みますし2万円ももらえるし万々歳でございますそれではいってらっしゃい